こんにちは、ブルーホースです。ということで、昨日まではお疲れ様でございました。クイズ編で、ね、無事クリアすることができました。で、最後、ピアーズを扱いながら、最後のね、的のところできなかったんで、そこはちょっと裏でね、なんとか、クリアすることができましたんで、クリス使ってやり直したんでね、なんとかできましたので、見事、この綺麗なね、綺麗なアーカイブが揃いましたということですね。はい。ただまあ、皆さん見ての通り、フィギュアのところ、ね、色気もクソもないんで、まあ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけあんまり、やる気ない。やる気ないって言ったらあれか、失礼か。うん、なんだけど、まあまあ、みんなでね、アーカイブを読んだりね、フィギュア見たりとかして、やっていきましょうか、恒例のね、ということで。はい、じゃあ早速、やっていこうか。これは、こうでいいのか。はい、じゃあ行きましょう。クリス・レッドフィールド、39歳、対バイオテロ特殊部隊 BSAA の北米支部所属。かつて同部隊アルファチームを束ねていたが、記憶を失い、東欧の片隅で酒に溺れる自堕落な生活を送っていた。中国でバイオテロが発生したのとほぼ同時期に、アルファチーム所属のピアーズ・ニバースが彼を発見し、説得して復隊させた。記憶は失われたままだが、強い体力と不屈の精神力、チームをまとめ上げる闘争力を見せる。だからこの時から東欧の、あれだね、行ったっていうのがあったから、バイオ8、ビレッジの時ですね、に2022年だったかな。だから彼が48歳の設定か、の時に、また東欧にそのコネクションがあったから行ったって感じなんですかね。はい。じゃあ次。BSAA、 2003年製薬会社アンブレラの倒産により同企業が秘密裏に研究していた BOW バイオオーガニックウェポンの開発技術が闇ルートに流出。結果、世界各国のマフィアやテロ組織によって BOW を使用した破壊活動が数多く行われることになった。このことから製薬企業連盟は世間からの責任追及を危惧し、対バイオテロ特殊部隊 BSAA バイオテロリズムセキュリティアセスメントアライアンスを結成する。結成当初の BSAA はバイオテロ対策の知識を持つ少数精鋭の民間組織でしかなかったが、年を得るごとにバイオテロの件数や脅威が増していったことで、事態への即応が可能な国連管轄の実動特殊部隊として再編される。公的な機関になったことで、彼らには政府が存在する他国での捜査権や逮捕権、それに伴う武力行使などの権限が与えられた。じゃあ次、ジュアボー。ジュアボーとは、シーウイルスの投与によって変貌した人間のことを指す。理性のタガーは外れているが、知能の低下はほとんど見られない。ほんまかな？なんか銃撃つとき、やたらめったら人じゃないとこ撃ってた気がするけど。これは武器を使用する姿や同じ言語を理解するジュアボー同士がコミュニケーションを取る姿を持って確認することができる。シーウイルスを投与される前に受けた命令を忠実に繰り返す傾向があり、その命令が生死に関わるような危険なものであっても、全く恐れず遂行する。またウイルスの影響から体温が非常に高い。負傷するとウイルスで活性化し、さらに体温が上昇する。傷の修復が追いつかなくなると、ウイルスの活動の激化によって、身体が発火するほど熱を帯び、焼死に至る。その結果、溶ける、とか、さなぎになったりするのか。変異ジュアボー。変異ジュアボーとは、シーウイルスの投与によって変異したジュアボが、変貌したジュアボ、人間、ジュアボが、肉体の一部を変異した、させた状態を指す。ジュアボは肉体の一部が大きく損傷すると、これを修復するために体内のシーウイルスが活性化する。その結果、損傷箇所が昆虫の形態に似たものへと変異することがある。ジュアボの変異には、腕を鎌や盾のように変異させたものや、羽を生やし飛行できるよう変異したものなど、多くのバリエーションがあることが確認される。されているか。はい。じゃあ行きましょう。ピアーズ・ニバース、盾に読むべきだったのかな、これ。まあいいや。ピアーズ・ニバース、26歳、BSAA 北米支部所属、クリス・レッドフィールド率いる部隊の狙撃手。優れた動体視力と驚異的な収集力を持ったスナイパーで、彼の実力を上回るスナイパーは BSAA に存在しない。人一倍責任感が強く、また頭が切れるため、戦場に限らず様々な局面において、瞬時に最適な手段を見出して行動に移すことができる。知る深く真面目な男だが、普段の性格は至って明朗で、誰にでも分け隔てなく接する優しさを持ち合わせている。そのため、記憶を失う前のクリスからも、将来は BSAA を背負って、立つ存在になると一目置かれていた。ピアーズ自身も部下たちを家族と呼び、仲間たちの存在と結束こそが BSAA を強くすると信じるクリスに尊敬と信頼を寄せていた。オーケー。では続き。オーグルメン。イドニア共和国の内戦で BOW を使用している反政府軍が実戦投入した新型 BOW の一種。オーグルマンとは東欧の言葉で巨体を意味する。その名の通り、これまで確認されてきた BOW の中でもトップクラスの巨体と並外れた腕力で目標を徹底的に攻撃破壊する。ただし知能を低くできる行動といえば、与えられた命令を遂げるためにひたすら暴れるのみである。命令に従うことはできるから、なんかそんなバカって感じはしないですね。シュー・ウィルス。
体内に投与することで人間をジュアボと呼ばれる BOW バイオガリックウェポンへ変異させる新型ウイルス。これは東欧の紛争地帯で栄養剤として配られ投与した傭兵が次々にジュアボと化した事件を皮切りに世界各地で目撃されるようになった。 C はこれをなんだろうね、まあいいや、チェリーボーイでいいや、チェリーボーイを意味する。ナパドゥ、 C ウイルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。ナパドゥとは東欧の言葉で突撃を意味する。突撃、硬い外皮で覆われた強靭な肉体を持つ。腕を振り回して攻撃する様や興奮すると両手で胸を叩く仕草はゴリラ、ゴリスと仲間だね。哺乳類を思わせる。ジュアボ以上に体温が高く、体から常に蒸気を吹き出すことで体温を一定に保っている。ある程度ダメージを与えると外皮が砕け筋肉はむき出しになる。背面部の外皮の下に中枢神経があり、そこを破壊すると即死する。破壊しなきゃいけないね、攻撃じゃなくてね。フィンバックオーレー、22歳。BSA 北米支部所属。BSA 北米支部のルーキー。リトニア共和国の内戦においてクリスの部下として初めて実戦に参加した。実直な性格で少し気弱な面もある。バリケードは高射砲の爆破作戦において活躍を見せるが、エイダの罠にはまり、無残にもクリーチャーへと変異してしまう。BOW となった自我を失ったマフィンは、その後追加投入された BSA によって射殺された。あ、そうだったんだね。襲ってるシーンまでしかなかったからね。失踪中のクリス。リトニア共和国でエイダ1の術中にはまり、ほとんどの部下を失わせてしまったクリス・レッドフィールドは自身も重傷を負って同国内の病院に緊急搬送される。目を覚ましたクリスは一切の記憶を失っていたが、精神を押し潰してしまうような強力な、罪悪感に支配されていた。クリスはこの罪悪感から逃げるにして病院を抜け出し、そのまま行方をくらましてしまう。ピアーズ・ニバース率いる BSA に発見されるので、クリスは東欧の片隅で先に溺れる生活を送り、激しい焦燥をごまかしていた。ホイサワン。ホイサワンは中国のランシャンのワイープ地区内にある、跡地に建造された巨大なスラム街である。クリス率いるアルファチームがセルスセールを持った BOW を追って潜入した場所。1900年代前半のイギリスの植民地時代にホイサワン周辺を統治していた、国の軍や政庁が排除された。事実上管理者のいない無法地帯となった。その後各地から流民が次々とバラックを増設。無計画な増設は迷路のように複雑な独特の環境を生み出した。はい、じゃあ次、イルジャ。 C ウイルスの感染者が変異の果てに生まれ変わった姿。イルジャとは東欧の言葉で幻影を意味する。蛇のような外見をしており、外皮を周囲の光景と同化させることができる。これはイルジャが獲物を見つけた時など興奮している状態でよく見られる。体力の低下により肉眼で姿を見つけやすくなるが、この状態の外皮は著しく硬化している場合が多く、攻撃が通りにくくなる。クリスの経歴。クリスはかつて米空軍に在籍し、戦闘機のパイロットとして活躍していたが、信念を曲げない性格が災いし、上官と衝突、退役する。その後航空機の操縦技術と戦闘能力を買われ、落雲士系の特殊部隊スターズにスカウトされた。1998年にラクーンシティ郊外で発生したバイオハザード、通称洋館事件を生き延び、この事件の黒幕であり、 BOW 開発で莫大な利益を得ていた製薬会社アンブレラを打ち倒すため独自で捜査を始める。2003年アンブレラが崩壊した対バイオテロ特殊部隊 BSA に参加。2009年にはかつてアンブレラに所属し、様々なバイオテロに関与してきたアルバート・ウェスカーとアフリカで対峙。ウェスカーを倒すことで長きにわたるアンブレラとの因縁を断ち切った。そして2012年、イドニア共和国での作戦行動中、テロ組織ネオアンブレラの罠にかかり、ピアーズ以外の部下全員が BOW へと変異。彼らから攻撃を受けてしまう。その戦闘で負傷し、記憶を失ったクリスは半年後ピアーズに発見されるまで、塔の片隅で先に溺れる日々を送っていた。このアーカイブ、先に溺れるクリスのことめっちゃ言うやん。はい、じゃあ、次。クリスとレオン。BSA 北米支部に所属するクリス・レッドフィールドとアメリカ合衆国の大統領専属エージェントを務めるレオン・S・ケネディ。接点がないように見えるこの二人を繋いだのはクリスの妹であるクレア・レッドフィールドだった。98年洋館事件を経て、クリスはその元凶となったアンブレラの打倒を誓う。クリスは妹がアンブレラに狙われることを懸念し、あえて彼女に伝言を残さぬまま単独でアンブレラの拠点がある欧州へと旅立った。クレアは兄を探すためラクーンシティを訪れ、同市で発生したバイオハザードに巻き込まれる。そこでレオン・S・ケネディと出会ったクレアは彼と共闘し、町から脱出した後、アンブレラの管理下にあるロックフォード島でクリスと再会を果たした。クレアにとってクリスはバイオテロに真っ向から立ち向かう尊敬すべき存在であり、レオンは
とレオンは共にラクーンシティの地獄から脱出した戦友である。やがてレオンとクリスはクレアを介して対面の時を迎える。しかし合衆国大統領直属のエージェントと BSA の中心人物という互いの立場から許された接触の時間はごくわずかだった。だが共に BOW に組み、その駆逐に命を捧げた2人が意思と信念を通じ合わせるには十分な時間だった。かっこいい。ニューアンブレラ。BSA がイドニア共和国で出会った謎の女エイダ・ウォンはクリスたちを罠にはめ、 C ウイルスを使った彼の部下たちを BOW へと変異させた。エイダが総統であるバイオテロ組織ネオアンブレラは中国にある研究所で C ウイルスの研究をし、イドニア共和国の内戦に乗じて極秘で傭兵たちにウイルスを投入。 C ウイルスによって生まれるバイオーガニックウェポンであるジュアボと化した彼らのデータを収集した。クリスには数々のバイオテロを引き起こしてきた製薬会社アンブレラと長きにわたって死闘を繰り広げてきた過去がある。ネアンブレラの名を耳にした時、クリスが強い危機感を抱いたであろうことは想像に難くね。エイダモンがなぜ自身の組織をネアンブレラと名付けたのか、それは彼女にしかわからない。ネアンブレラのメロンメモ。ネオアンブレラ各員に報告。本日23時29分をもって、相当エイダ・ウォンの脈拍、心拍数、呼吸の停止を確認。これにより同時刻をもってプラン D を発動する。極東地域に待機する研究員、速やかに指定安全区域まで退避せよ。なお、退避命令は、ジュアボを含む BOW には適用されない。また、プラン D の発動に伴い、ネオアンブレラ海底研究所へ緊急信号を送る。その結果、ハオスが生まれたってことですかね。ピアーズの歴、曽祖父の代から軍人家系に生まれた2番、スケの長男ピアーズは物心ついた頃から自分の進むべき道は軍隊しかないと考え、それ以外の道は考えたこともなかった。士官学校を優秀な成績で卒業したピアーズはその狙撃能力の高さを買われて陸軍特殊部隊にへ配属される。しかし軍に入って間もなく明確な戦う意義が見つからず行き詰まってしまった。自分は何のために戦っているのか悩みながらもピアーズはただ無心に訓練に打ち込む日々を送っていた。2010年、ピアーズは訓練によってさらに磨きをかけた狙撃能力を買われて、クリス・レッドフィールドから直々にスカウトを受け、BSA へ入隊する。ピアーズは BSA 創設時からのメンバー、オリジナルイレブンであり、トップクラスのエージェントであったクリスが若い世代を育成するため、いわば特権階級であった自分の立場を捨て、最前線でアルファチームの隊長に就任したことを知り、衝撃を受ける。さらにクリスは自身の部下たちを家族とまで呼び、BSA の未来を睨うのは若い世代であると考え、部下たちの命と意思を何よりも尊重して指揮を取っていた。かつて所属していた部隊では見られなかったその姿勢にピアーズは深く感銘を受け、クリスこそ自分が目指すべき人物と確信し、その先に戦う意義を見出したのである。なるほどね。やっぱ目的を生きて、目的を持って生きるってすごい大事なことだよね。うん。クリスとウェスカー。クリス・レッドフィールドとジェイク・ミューラーの父であるアルバート・ウェスカーの代には浅からぬ因縁がある。二人はかつてラクーンシティの特殊部隊スターズに所属し、共に98年史上初めてBOW が確認された領海事件の対象に当たった。しかし実はこの事件の黒幕はアンブレラと繋がっていたウェスカーであり、彼の裏切りによってクリスは多くの仲間を失うことになる。これを機にアンブレラ打倒に立ち上がったクリスと BOW による数々の事件で暗躍するウェスカーと長い戦いがワクワク。夜中って眠いよね。そして2009年、アフリカで世界規模のバイオテロを企んでいたウェスカーと対峙したクリスは BOW となったウェスカーを死闘の末に倒した。十数年に及ぶ2人の因縁をこうして収拾が打たれたのである。海底の研究所、ネアンブレラが所有する海底基地は BOW を生み出すための研究施設として使われていた。ネアンブレラは海底からマグマを引き上げ、高温環境でも活動可能な細菌や微生物を研究し、Cウイルスにその特性を組み込むことで過酷な環境下でも生存できる BOW を満たそうとしていた。ネアンブレラが海底に基地を作り上げるほどの莫大な資金をどこから得ていたのかは不明である。こんなもんファミリーする。ハウスとはネアンブレラ最終兵器として生み出された巨大 BOW のことを指す。外皮は透き通っており、人間のような骨格や内臓を肉眼で確認することができる。その身体に人間をゾンビへと変えるガスを作る機関を持っており、巨大な体から噴出されるガスは同種のガスを出すレポティッツァと比較しても数千倍の濃度と拡散性を持っている。さらに地上に解き放たれると同時に無限の分裂を繰り返すようにプログラムされており、全てが計画通りにいった場合、世界は数日滅ぶと考えられる。この計画はネオアンブレラ最高権力者であるウェイダーウォンが死亡しても実行されるようになっており、彼女が死亡した場合完全体になるのを待たずハウスが解き放たれるようあらかじめ制御されていった。はい、アーカバタ以上としては以上ですね。ということでここからはまあ見ていきましょうか。まずはレア度どうだろうね。ナパドゥ、これはボイス、すごい操作がしにくい。めっちゃくる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 回る。スライドはこっちかね。お目目なくない？
お目目ある？あーんってしてるよね。で、よし、じゃあ次行ってしよう。イルシ。これが元人間なんだもんね。ヘビ。牙の生え方がもうなんかむちゃくちゃだよね。なんか生えてると、生えてる、まあ生えてる感じが。目はちゃんとあるんだね。うい。あ、見て見て、向こう側が透けて見えるよね。ほら、向こう側が透けて見えてる。これがね、ありとあらゆる世間の女性のあれだったらいいんだけどね。いや、私は何も言ってますよ、何も言ってますよ。はい。ということで、続いて、は、あれ、ゴリラじゃね？ああ、レア。レアなんだ。Alright. This is it. This is it. Alright. なんかもう、顔の気張り方が、こいつが BOW じゃないかって。右目と左目の大きさが違うもんね。ちょっと待って。ね。右目と左目の大きさが違うっていう感じがするけど。いやー、まあでも、なんか、あれの時の服装に近いから、親しみあるよね。あのバイオ1の時のね。いや、この結果の出方とかがたまんないっすよね。一応チェックしとくか、クリスのクリス。盛り上がりはない。まあ、あれだよ。こういう人たちってさ、パンプした時がやばいんだよ。これはハオスかな？違うわ。ラスラパンネ。ラスラパンネ氷って出てくるんだ。ね、すごいね。おててとか。このイボイボって何なんだろうね。こいつのお口ってどっ、お口じゃねえよ。お口じゃなくて、お目目って何？ゾンビとは別でなんか一番恐怖を与えてきそうな感じの人物がする、な気がするけどね。フシとかなんかそんなんだったっけ？でも筋肉質的な男って感じだね。で、ハウスが、何か。ハウスは全部集めるとダメなんだね。おっきい。ドクロって感じがするよね。一応目目あるよね、これね。もうちょっと近づきたいけど近づけない。ね、あれだよね、まぶたがないからすぐ乾燥しそう。ね、こいつはこうなんか倒すのはめんどくさいボスだったよね。心臓3つあるんだもんね。なんかね、カクズみたいな感じ。まあ、カクズと被弾が合わさったって感じだよね。まあでも死んでるから一応ね。よし、じゃあ続いてクレイス。クレイス、I can't keep running away. クリスのクリス。こっちの方がちょっと盛り上がってる感じする？ね、ほら。ちょっとした、ポコッとしたあれがある。こっちの方がかっこいいね。レアのやつよりも。うわ、血管がいい。188cm、200キロだった。200キロ。急に。横綱級の体重のちっちゃった。違う違う、100キロだね。なぜか5の時よりも重くなってる。5の時よりもなんか細く見えるけどね。We're taking you back, Captain. Taking you back, Captain. この武器すごいよね、本当に。このスナイパーは最強ですよ。ピアーズのピアーズはピアーズだね。さ、違う。ほい。で、こっち。唇が厚めなのかなが特徴ってところだね。前髪が垂れないように前髪だけセットしてますって感じ。じゃあ続いてアグルメン。まあ命令に忠実に動くっていう時点で知能がそこまでめちゃめちゃ低下してるっていう感じはしないよね。ただこいつ目どうなってんだね。眼球えぐられてる感じがするけど、匂いかなんかでやってんのかな。これはプル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 しないんだね。まあ、この針のおかげで倒すことができるから、まあ、ありがとうございました。ですね。じゃあ続いて、グネズド。もう何が何だかわかんない。グネズド自体はあれなんだよね。蜂なんだよね、これね。
やー、ほんとシーウイルスってこう何に化けるかが分かんないっていうところで、こいつらが集まって三兄弟ができるんだよ。ダニエラとかね、三兄弟じゃない、三姉妹。はい、よし、じゃあラスト。Leon, what are you doing here? あれ、クリスしか喋ってない。だよね、このさ、二人の表情の差よ。こんだけ食いしばってるのとさ、超冷静なのとさ、ね、二人がこう、なんか、お互いを理解するのに、時間はそこまで必要がない、みたいなこと言ってるけど。この温度の差が激しいよね。いやー、時計かっこいいなー。ちょっと最近ね、ブレスレット欲しいなーと思って。うん、ブレスレットネックレスね、なんか普段使いができるみたいな、ね、まあおっさんの色気を出したい年頃になってきちゃったんでね。はい、ということでね、全部見ることができましたと。でジェイクはね、まだね全然なんですよ。ほらね、もう、あ、でも一番欲しいやつは集まってるけど、でエイダ編の方がもっとひどいというところでね、まあこれらを集めていく旅っていうのを引き続きやっていこうというふうに思いますんで、まあ、ぜひねお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということでね、本日の動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日からねジェイク編やっていきますんで、ぜひそちらもお楽しみください。ではまた次回パートでお会いしましょう。バイバーイ。